ピンポンパンポーン。キリタンキリタン、一緒に鳥貴族で働こう。急になんです。今政府が GoTo イートってキャンペーンやっててな。めちゃくちゃ簡単に言うと、オンライン予約経由で外食したらお金がもらえるキャンペーンやねん。お金じゃなくてポイントがもらえてちょっと安くなる程度なのでは。いやいや、このキャンペーンがえぐくてな。昼は500円、夜は1000円分のポイントがもらえんねん。夜飲みに行ったら1000円なんて大体超えますし、結局最大で1000円の割引ってことですよね。1000円分食べたら。な、は、このキャンペーンって、注文数とか利用金額に関係なく、必ず1000円分のポイントがもらえんねん。つまり100円のもん食べても1000円のもん食べても1000ポイントもらえるっちゅうわけや。鳥貴族は全品327円やから、このほっかほかの鳥かの飯だけ食べて退店したら1000ポイントもらえて、ただ飯どころやない。うまい飯食って673円分儲けが出るってわけや。ということでキリタン、鳥貴族で一緒に働こう。それ働くって言わねえから。ちなみにアカネちゃん、送客手数料って知ってます？知ってるってタクシー代のことやろ？違います。送客手数料っていうのは、飲食店が食べログやホットペッパーに払うお金のことで、簡単に言うと、お客さんを紹介してもらった紹介料ってわけです。ほん。食べログの場合だと、ランチで100円、ディナーで200円を鳥貴族が送客手数料として食べログに支払うことになります。つまり客側は673円の利益になりますが、鳥貴族は一品だけ注文して帰られると約100円ほどの利益にしかなりません。むしろ諸々のコストを考えれば間違いなく赤字です。薄利多売の精神で営業している鳥貴族からしたら、たまったものじゃないでしょう。でも政府がやってるキャンペーンで、別に反対ってわけでもないし、そもそもこんな抜け道的な利用ができる政策自体に問題があるんとちゃうか？まあ利用する側のモラルの話は置いといて、私もこれに関しては政策自体の問題だと思います。始まった以上、いろんな使い方をする人間がいるのは当たり前のことで、茜ちゃんみたいな利用の仕方をする人間を非難したところで、何にもなりません。また、鳥貴族に関しても、GoTo イートで一品だけ注文して帰るというお客様がいることは把握している、とのことですし、GoTo イートを使って初めて店舗にお越しいただくお客様もいらっしゃるので、キャンペーンもありがたいと思っているのは前提にある、と鳥貴族の広報担当さんはおっしゃっているそうです。よっしゃ、これで誰の目も気にすることなく利用し放題やな。19時に鳥貴族難波店、20時に鳥貴族千日前店、21時に鳥貴族難波西店に予約入れたろ。あれ？ヤフーニュースが更新されてる。なになに？鳥貴族は本日7日夕方。席のみの予約と6品コースをポイント付与の対象から外した。つまりどういうことだってばよ。1品注文して帰る、取引の錬金術ができなくなったみたいです。なんだと？今月いっぱいタダ飯が食えると思って、アマゾンで冷凍エビフライ爆買いしてもうたー。キリタンご飯を持って。もう、仕方ないですね。今日だけですからね。キリタンかわいいやった。うるせえ、せっかくだし GoTo イートを使って予約しますかね。え、まさかキリタンも錬金術使えるんか？特技みたいに言うな。アカネちゃんと違うんで、割引程度に考えて利用するだけですよ。お店どこにしようかな。アカネちゃん、何か食べたいものあります？うん、せやな。じゃあ鳥貴族で。鳥貴族好きだな。あ、アカネちゃんが食べていいのは鳥釜飯だけね。キリタン、ご視聴ありがとうございました。